今回要望したのは、バウンド後の伸びがもうちょっと欲しいなというところと、柔らかい打球感ですね。柔らかい打球感がすごく好きで、その方がよりこう感覚も研ぎ澄まされて、プレーできる気がするので、その2つを要望しました。打った時にすごくこうボールのこうホールド感がすごくあったので、ストリングスにひっついてくれる時間が長いのはすごく感じました。そのおかげでこう弾かれる時のボールの伸びだったり、コントロールのしやすさがすごくこう伸びてるように感じました。今回の新しいラケットにここに入っているテクノロジーの名前は知ってますか？知りません。クラッシュゾーンって言います。クラッシュゾーン、はい、こういうのが入ってます。持ってもらって、クラッシュゾーンです。クラッシュゾーン、はい、ぜひ覚えておいてください。はい、カウンターベールとクラッシュゾーン。そうですね。この初めての僕の青っていうラケットですぐ新鮮味があって、好きですね。可愛さもあったりするので、いいなと思います。やっぱりテニスをする中で一番の武器なので、それがラケットですし、それがウィルソンとのこう、関わりでもあるので、自分のこう一番の誇れる武器として、コートに、立てるっていうのは一つのこう自信にもなりますし、一緒にこうコートで戦ってくれてるのはすごく頼もしいですね。でもやっぱり全部欲しいですよね。パワー、プラスコントロール。あと僕はスピンをかけるのが多いので、スピンの量もこうラケットがヘルプしてくれるような、ゴリゴリのスピンを打てるラケット。